どうもこのまるですですじゃあ今日は b ーファーストのサマソニック感想三3本目やっていきますもう我々も言ってきたねサマソニック東京なんだけど、まあ、こちら感想3本目ということで前回はね5曲目のスクリーンまで話して次は6曲目セットセールからだねでもさそもそもさサマソニックって日曜だったよね日曜だったもうさ木曜なん壊ないこの動画出す日木曜なん 怖くないえ確かにえ怖えもう4日前になるのかそうなんかそんなつもりで生きてないねんかなんか2日前かなぐらいの感じうんい,いやわかるわかるわかるそうだねまだ月か通うかなみたいな, <laughs> なんかそんな感じじゃんうん <laughs> <ー> <laughs> まあ月ではないかまあそうそうでもこのこんな早く時経つんっていうなんか衝撃でさなんかもうやばいよね 確かに、そうだね。どんどん記憶薄れてくね。そう。ねこんなすぐもう一週間経つみたいになるんだと思ってさ、恐ろしいわ。ね確かに。<laughs> すごい時の流れの速さ。<laughs> そう。<laughs> ね、そりゃもうもうすぐにね2025になるみたいになるよね、もう。<laughs> そう,そうだよもうお盆終わったら早いんだからもう,も,<ー>もうすぐ年末だからあと寒いの嫌いなんだ、ね、よお願いだから寒くならんでって思ったの <laughs> 本当とに <laughs> むず暑いのも嫌だけどねそう寒いのもだっけだからもうまあまあ置いといていやでセットセールさなんか私結構ねみんなで合唱というか歌ったなみたいな記憶が結構あって うん、で私、私セットセール、やっぱドームハラ受け取ったから、私セットセールさ、<laughs> ドームで聞いてないわけ。ね、そんな、その前置きいらんくないけ。<laughs> で、なんなら今は、そぎ腹しとるね。そぎ腹しとるから、<laughs> 自分は。一緒になって。そうだねま。まあ、確かセットセールは、ま、東京ドームでは、ま、僕は一、ま、回聞いてるか。そう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 。うん、だから、なんか、乗り方とか、あんまなんか、分かってなかったんだけど、まあ、多分フェスだからっていうのもあると思うけどさ、 イやいイいやいイいやイやイイイイイのとことかさ、あのイェーイみたいなとこみんなで行ったみたいな記憶あるんで。確かに、か今言われて思い出した。そうだったわ。もうさ、腕の上げがいがあるみたいなさ、まあ、あんま上げてね、えんだけどし正直。そう。なんか上げがいがある、なんか、もうノリノリになれる曲って感じで、これもほんといててね、こう見てて、めっちゃ楽しかったんよね。確かに、そうだね。 なんか正直、東京ドームで聞いた時って、やっぱ結構リリースされたばっかだったから、なんか初めて聞けたみたいな、うん、そういう側面僕も大きくて、なんかまだそこまで入り込んでない部分は正直あったんだけど、やっぱいっぱい聞いた上で、うん、今回フェスだったし、確かにすっごい一体感めっちゃ感じたわ。あとサビのさ、最初の p レ a y on the o d のところでさ、もうそ,そこもなんか一緒になって歌った気するわ、なんか拳上げて。on the w o d とかもなんか一緒になんか言った気する。あ、サビ自体のね。 サビ自体。確かに言っとったかも。だから結構なんか歌えそうなとこ全部歌っとったかもね、うん、みんな。そうでそすうそう <laughs> ね。結構自由な感じで歌っとった気する。うん。あと、そのサビ終わった後の、ああいあいみたいな。なんか掛け声、コドレスポンスみたいなのもやった気するよね。ね、そうそう。なんか、 シュントとかが、例えば、まあ、両基だったかじちょっと忘れた、まあ。レオ君かも、<laughs> もう誰か絶対わからんね。その、<laughs> サワサギ、サワサギみたいな、なんか言わせる感じのやつね。あっちがサワサギってこっちが言うみたいなやつね。あったりね。あ、そうだわ。復唱したかも。リピーターしたに、みたいな。ね、そ,うそうしたよ復唱したね <laughs>、うん。盛り上がるね。それ盛り上がるよ。うん、そんな楽しかったもん、めっちゃ。うん。 なんかやっぱこうロックテイストの曲ってやっぱほんといいね。そう思ったら。あの感じでやるんめっちゃ楽しいね。なんかもう人が多いからこそ、なんか振り切れるところもあんねんか、やっぱ。 わ、うん、かる、その恥じらいとか全くないっていうか、そのね、うんうん、声出したもん勝ちみたいな、なんか楽しさあるよね。そうだね。そのね、何回も言って申し訳ないけど、あれにもう一回行きたい方ってすごい悩むとは思うけど、でも、あの、<laughs> あの楽しさは唯一無二だなとは思うわ、やっぱり。<laughs> そう。いやー、そうだね。あれはちょっとマジで熱かったもんね、いろんなで。 でもやっぱあの、あれだけ暑いからこそのなんか熱気だからやっぱね。うん、うそうだね。うん。いや、おもろいね。いや、私ああいうのはじ、初めてではないな。<laughs> ないけど、ね、やっぱなんかおもろいなと思ったじゃ久々にああいうのやって。うん。うん、ねで、セットセール終わった後、なんかね、一瞬でブンブン巻くのってテ,ィティーティーティーって音流れたんだけど、いや、ちょっと待ってみたいな。多分 MC しようみたいな、そのバンドメンバー紹介したよね、多分ここでね。 うん。なんか、マナットとかが確かね、いつも僕ら歌いすぎちゃうから、みたいな、なんか言ってた気がするうんうん、うん、よ、ね。やりすぎちゃうから、みたいな。そうそうそう。うん、ちょっとね、珍しく、やり、なんか MC というかね、やりましょう、みたいな言ってたね。でさ、ここでさ、乾杯もしたよね。確かみんなで。うん。そうだね。なんかね、J1 でもあったよね、乾杯ね。で、あ、2>, うん、2回目だと思いながら、うん、<laughs> そう。 でもなんかやっぱあのタイミングでさ乾杯戦勝ったら前の方倒れとったよね絶対 <laughs> もっと、うん、いやそうそうそう、うん、なんかもうそれって結局倒れちゃったらマジで意味ないからねやっぱその、うん、アーティストが率先して言ってくれるの大事だよね大事ってこれ嬉れしいっていうか,かるすごい助かったよね、うん、だからみんなで乾杯して、うん、楽しく飲めるみたいな感じでさう,うんねえあんなに あんな会社の飲み会じゃない規模やねんか、あの乾杯。もうそんな、あんな乾杯したことないよ、<laughs> 人生で。そうね。そうだね。あの人数ないね。あんな、な,<い>なんかさ、なんかさ、あの観客側の方のさ、映像もちょっと映ってたけど、うん、もう本当にみんななんかペットボトルみんなで持ってみたいな、<ば>手がさ、うん、わらわら映るみたいな。そう。<laughs> すごかったよね。ちょっと奇妙な映像まであったよ。なんか怖かったもすごくて、あっかん。<巻>そうそうそう。 うん、そう。で、しかも、確かね、ソー太が、ソー太だったはず。チアーズって言ったはずなんだよチアーズって言って、言って言った。うん。そう。やった、やった,やった、そのソー太の湘南を感じたっていうか、<laughs> 英語にして、<laughs> 海辺で、みたいな雰囲気のあれの、なんか、匂い感じたわ。うん、チアーズで。 コロナとか、すみのふみたいな、じゃなかった。違違ったすみ <laughs> のふ、<laughs> の懐かしいね、なんかね。懐かしい、ね。今飲めんけど。<laughs> あるんじゃない。飲めんけど、言ってみた。<laughs> いや、そうだ、そうだわ。なんかあの、うん、た、なんか酒飲みの感じして、すごいよかったね。<laughs> その。確か,確かに、確かに。チアーズとかいう感じね。う,ん、うん。だからさ、普段、チアーズなんて、言わん人もさ、ああいうところ行ったじゃん。もう普段乾杯、うん。 みたいな感じの方でもなんかあの、みんなでチアーズみたいな感じ、結構、新鮮っていうか、チアーズって言わんからね、うん、やっぱ普通 <laughs>。言わんよね。うん。なんなら初めてかもしれん。ああ、そうだね。うん、うん、言わんね。<laughs> おもろいよね。だからあの、めったに言わん感じで言う、めったに言わんことは言うからさ、うん、おもろかったよね。面白かったね、そう考えたら。うん、全力で言ったもんね。言った。 でもねでもね誰かフライングで飲んどったメンバー俺それ見たんよ誰だったっけなちょっと待って、ね、<laughs> 1>, 1人飲んどったシュンとだったかなそうんかね <laughs> 飲んでそうだよねもうゴクゴクしとったそれ見たんよ誰だったかなシュンとだった気する誰か教えて <laughs> <laughs> でもなんかそのそこでさその乾杯どっちが先だったか忘れたけどさ、そのバンドメンバーも紹介してくれてみたいなまあちょっとそのね わーって盛り上がってってでポストでその後、うん、あの終わってからねポストで見たんが b ーファスト自分たちの自己紹介してないけどバンドメンバーの紹介したみたいなあー確かに確かに確かにうん別に挨拶ってか本人たちからはなかったよねまあその MC はあったけどその紹介みたいのはなかったよねおもろいねそう思ったらおもろいそうおもろいなと思ってまあも,もちろん知ってるから別にさなんかあれなんだけど、うん、まあ普通だったらその初めましてる人のためにもやったりするじゃんうんうんうん、うん ななんかそれないのがおもろいなと思っていや本当に本当にまあでもなんか、うん、私あんまイラン派だからなんかなくてすごいすっきりしてていいなと思うじゃんう,うんなんかそのなんかね万のメンバーも仲間みたいな感じでそうそるそうなんかあれリスペクトやねか、うん、絶対あやのってねうんでカラの7曲目「ブンブンバック」「ブンブンバック」始まりの感じもまたそうなんか言っとった気がするんよね始まる前ああそうだねうん言っとった言っとった 言っとったね。だからその、ブンブンバックなんてさ、うん、あの、後ろのさ、ドゥン、ダゥン、ダドゥン、ダゥン聞いただけでさ、もうブンブンバックってすぐわかるからさ、あ、ブンブンバック来たってなるじゃん。もうブンブンバックってだけでテンション上がるから。わかる。なんか、それで、さらにそうたが、こう、煽るように、 ブブンバック言う前にね誰かが言うの前まで直前までなんか喋っててブンブンバクってやる感じじゃんスクワーッてなったなりましたね多分、うん、なってたなったよねいやわかるしかもさその MC 挟んだことによってちょっとリセットされて体力もちょっとだけ温存されたからまた爆発できるみたいなうん多分セットセールから流れで来られたら多分もう体力持たんかったかもしれん <laughs> こっちも <laughs> やってる方もそうかもしれんけどそうあのね、うん 腕上げるだけでなく、叫びも結構あったからね、やっぱ。そう、<laughs> そ6曲の間に。うん、<laughs> え、あとあの、やっぱ、アイドン・アイケンとかさ、あそこら辺とかもうめちゃくちゃ私叫んですっごい楽しかったわ。うん、叫んどった、コナマル。うん。<laughs> 元気出叫ばんかったんけアイドン・アイケンは。<laughs> いや、わかん、もう記憶があれだけどね、コナマルすごい叫んどった記憶はあるんよね。アイドン・アイケーンはほら、なズ、なズのフレーズだから、<laughs> 大好きフレーズ。言いたいんよ。うんうんうん。 でも、ブー、わらわらとかみんな言ってなかった言っとった言っとった。うん。サビのさ、で、ブー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 、ウでさ、あのダンス。<laughs> ええ、ガクーの描かれるとこ大好き。確かに確かに。<laughs> めっちゃ描いとったよね。特にソータ。作るんだそう。なんかさ、やっぱ実物で見てもさ、あんなに斜めってんだってもわかった、ソータって。うん、わかる。<laughs> ええ、ガクーがもうさ。<laughs> 45度より下じゃなかった <laughs> そんな下ではないかすごい角度あったじゃん <laughs> 描きすぎじゃないと思ったもんあれ速さもすごいし、うん、やっぱ見ててさうわーってなるよねあんなんででもあとやっぱみんながブン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 とかな,んかなんとなく踊ってる感じの人も多かった気がするな確かにさすがにねそうもう狭いからあれだけど手元で俺もなんかちょっとやったかもしれん ね、パッパッパパパパパパみたたいなややつねっってでやっぱその2番目のね黒ブラパートをちょっとやっぱ黒ブラね横出てくるからさ前にっていうかそこでめっちゃギャーだったよねもう黒ブラってさ分からんけど無条件叫びするよね <laughs> なんか黒ブラされるだけで <laughs> 黒ブラだけでねうん <laughs> ええと、やっぱ2番目のサビもやっぱり分かったな、動きが。ダンス、うん。その、私サビさ、2番目さ、サビ前のマラトンのとこもすごい好きなんで、ね。中継、えヘイ、キューキューキュみたいなとこ。からのあのサビのさ、またそうとがブルブルするからさ、見応えあったなあ、どんどん記憶さんがこう降りてきました。ありがとう。ありがとうございます。確かに。分かってないか、上がってしゃいジュノンとかもすっごい、ショーパンチ聞いとった記憶あるもん。<laughs> 分かる分かる分かる。

うん。なんか、ショートで,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 で興味がないねのあのシュンとないねのとことかさ。ああえ、ジュノンのさ、もう誰も止められしなーい。もうあそこもかったで。全部や <laughs> いいもう結局全部いい。結局。<laughs> あともう、<laughs> ふー、ふーのとこさ、<laughs> へぇー、はー、みたいなさ、ビファスもすごい踊るし、我々も、へえーってなんか手振った気するよね。うん。 あの、ヘイホー,ーみたいな動きってさ、やっぱヒップホップ乗りじゃないとあんまない感じするから、うん、なんかならではの感じですごい楽しかったわうんうん、うん。楽しかったね。あのなんかグルービーな感じね。うーん。で、やっぱ最後さ、りゅうちゃん、ビビネバグバーってさ、もう、ベーってすごい伸びるじゃん。ああ、ギャーだったね、あそこ多分。あ <laughs> そこギャーだったよ、絶対。ギャ,ギャー、あ、うん、そこまぁりゅうちゃんの要因パートだからね。うんうん。 え、しかもさ、その後のスピンっていうのさ、なんか普通にめっちゃ驚かんかった。うん、やるんだー <laughs> みたいにならんかった。そう。なんか俺ね、大阪のセトリ多分ね、ちゃんと見てなくて多分楽しみにしとったんか。ちょっと見たけど、<う>あんま記憶入ってなくて、頭の中に。うん、私見てなかった。<う>あえて見においしとった見てなかった。そう。うん、ユニットなんだって思ったよね。そう。ユニットいいよね。わかる。うん。漁期マジ欠陥受けで取ったぐらいさ、ラップそうかったもんね。わ <laughs> かる。 ユニットだからさパートも多いからさ本当ラップめっちゃ聞かせるみたいな感じだったじゃん。うん、で私、うん、そもそもスピンってソータの速いあの高速のところ速くなるラップのところがめっちゃ好きでほ、うんとそれこれ近くで見れるんですかってなってマジで。 もう頑張ってみた頑張ってほんとにガビ開きでねガビ開きで見たきたきたきたってなったもんめっちゃ楽しかったもんそうめっちゃ楽しかったねいやわかるんかすごいあれって別に振りがすごいあるわけじゃないからさほんと思い思いのままにさメンバー結構3人結構散らばってっていうか離れてそれぞれ結構煽ったりしてたじゃんそう 何な,な,ならシュントが真ん中あたりに来てなんか割とさシュントのパートってちょっと歌ラップに近い感じじゃんうんうんそうねそうそうあのメローな感じをなんかあのシュントのあのさシュントってセクシーだと思っとるからやっぱり存在がセクシーだと思っとるから、うん、あの感じで歌われるえぐーと思ってなんか色気えってなるよね色,色気出とったわかる よかった毎 <laughs> 叫叫叫んんんでねうちら <laughs> 叫んだ叫んだえしかも確かになんか冷静に考えるとさ我々もスピンは3人のユニットだってわかるけどさ、うん、その初めて見た人とかってさ、うん、なんか驚いたんじゃないあの3人でステージあんな沸かせて<ー>、まあ、確かに。んか幅の広さっていうか。 うん、そうだね。ユニット3人でやってラップで、でもそれはさ、よくさ、ダンスボーカーでもたまにはあるかもしれんけど、このクオリティとこの熱量でやんの、うん、みたいな思うよね、そう。うん。振り切っとるからね、マジでね。いや、すごいっちゃ、本当に。え、なんならさ、やっぱスピンってさ、あの、k ありの時でもさ、結局途中からメンバーが来てさ、で、そこで私がさ、うん、マナトがね、前の方、まあ、そ、そんな前じゃないに、結構ね、奥の方だったに、うん、マルト って酒のとこやったねか。と同じように、そう,ね、<laughs> そう。やっぱメンバーがね、集まってきて、うん、最後、そのサルビアになる前に、みんな集結して、みたいな。なんかさ、結局3人は3人ですっごい爆くけど、結局、みんな来たら、うん、みんな来たーってなる喜びもあって、すごいよね。わかる。そうなん。しかもそっからのサルビアの流れ、大好きなんだよ。わかるそうたのパートでさ、うん。間髪入れずに、サルビア始まるじゃん。わかる。<laughs> あれやばくない あのさ、あのすっごいすぐ、すぐサルビアってなったもんね。すぐサルビアもうスピンからのサルビアがたまらん。わかる <laughs> な。あの音表現でき、トゥルトゥーみたいなさ、<laughs> なんかあの、えー、あの音がそうそう、<laughs> 始まりね、急に変わるサルビアに。そう、急にサルビアモード、だから一気に雰囲気変わるもんね。 え、そっかんなさ、りゅうちゃん歌い出しがマジ激湧き。キキ <laughs> ここ。わかる。ほんに、あの、たくましい、ちょっと太めの歌声っていうか、りゅうちゃんの。うん。うん。堪能できるもんね、あそこね。え、しかもさ、その後のりょうくんだっけな。え、サルビアだっけ <laughs> ダダダダダリダ、ダダ,ダダダダリダのさ、あそこのとこさ、<う>目地からずっとまっすぐ見る、うん、やばいりょうくんがさ、 スクリーンにも映し出されて、や、や、やばーってなってなかった。<laughs> みんな <laughs>。やばい。やばい。あそこめっちゃ爆脇。なんか俺も、生でも見たし、スクリーンもチらみしたんだ、ね、よ。やっぱ結構スクリーン結構抜かれとってずっと、うん。うんうん。めっちゃかっこよかったよね。あんなさ、そのほんと一点をずっと見るさ。うん。あの眼差しさ、なかなかさ、できんよね。あのずっと、ほんとん、うん、ほとずっとまっすぐ見とったんやか。まっすぐだった。 あんなさ伝えようとしてる感出せるやばと思ってさねえいやそうなんだからもうあの時からってかあの時からじゃないもう最初からだけどもうずっと肯定してくれとった安くんオはやっぱり玲君はもう伝えてくれとったうん、ちらに何かをうんそうなんでさごめん竜ちゃん続きなんだけどさ「2サビのあまい記憶屋」のとこ うん、あそこのりゅうちゃんのさの感じめっちゃ好きで、もう、ここまっすぐだったんりゅうちゃん、本当に。ここ、その甘いの感じなら、もう重い感じのさ、歌い方で、ちょっとストロングスタイルで歌っとった気はするよね。そう。ちょっとやっぱため気味で、太くて、重厚感あって、みたいな。 わかるなんかさ改めてサルビア聞いたけどさもうさレコーディングの時とさみん,、まあ、みんなのみんなもそうなんだけど重さ全然違くない <laughs> なんか、うん、そうなライブでしか聞けんよねあの感じってねいやそうサルビアって多分あれだよね結構前からさ話決まっとって多分レコーディング結構前だったみたいな話だったよね確かだから余計なんかあれなんかねその進化がすごいから そう、やっぱライブだとやっぱ今のビファ i だから、うんうん、みんなほんと歌に厚みがさらに増してる感じあるよね。うん、わかるわかる。あとはあの、後半の方のさ、ジュノンのさ、高音のところ、あのスパーンっていく感じとかさ、マジ、もう、最高最高ってなっても、あそこめっちゃ騒いだ気する。ね。でのとこでしょ、もう。うん そのまま手にいっちゃうよそのパーンって。その <laughs> <laughs> マジで本当。えもうこなわのさ右横のさ女性の方どうだったっけ。<laughs> ののあのごめんねあの金太郎さんほど別に言っちゃうみたいな感じで言っとるわけじゃないからそんな多くはない、ね。あそっかそっか。<次>あそっかそっかごめんごめん <laughs> ちゃんと聞いてらっしゃった。そうった確かに。すご声出しちゃうから。<laughs> <laughs> <laughs> えでもやっぱさサルビアの最後の死最後がやっぱ。 確かシュントだよね終わりがねうんうんうんまああれもやっぱ余韻がすごかった気がするっちゃ本当。うわうすっげえ今なんか頭の中になっとるそうだねシュントの最後シュントいいよねそうで次10曲目 SOS なんだけどなんかさ改めてその瀬戸利大阪のやつ見たら大阪 SOS 入ってなかったんだよねあそうなんええーうん そう。だから多分ここ大阪と東京の違いだったのかななんか東京だけだから僕は見た瀬戸にだからもしかしたら違うかもしれんけど、多分そうなんよ。うん、へえ。じゃあありがたいね。本当に。そう、ありがたかったええてかさ、SOS ってさ、やっぱまあ、ね、めっちゃいい曲じゃん。で、しかもさ、今回サマソニのオフィシャルでさ、うん、この、この曲やりましたよ、みたいなんでさ、写真、ライブ中のね、写真とかを撮ってくれて、うん、それ上げてくれとるわけだけど、多分 SOS の振り付けの時に、うん、その、 顔を隠しておーなーおーなーみたいなところの写真をさ、うん、上げてくれとるんよ。えいろってなってさもうマジあそこすごいセクシーでいいよねみんなでやるからあとすごくてめっちゃいいそう,そう雰囲気めっちゃ良かったやっぱそのねなんかめちゃくちゃかっこいい BE:FIRST もいいしやっぱこああいうちょっと妖艶なさセクシーな感じもほんとかっこいいよね。そう えそうですね、ずっとやばかった。なんかちょっと叫び方もまた違う叫びになっ,とった時はそれ。はいいんですかみたいなさ、い<や>そう言われ、ね。はい、みたいなやつ。そうだね。また違った感じだったわ、確かに。そう。だってさ、どうすればいいとか言われるんで。そんな、こっちをどうすればいいってなら。つうわかるわかるわかる。<laughs> 確かに、りゅうちゃんの No Way! とかもう。そう,そうだわ らららら、もう最高じゃん。しかもさ、SOS の、だからさっき言ったけど、ダンスの振りが、SOS、うん、SOS、SS、SOS でさ、みんなで同じような、その、SS みたいなさ、動きしたりするから。するね。うん。そう。なんかそれもほんと、なんか、 キャッチーセクシーみたいなさ私何取るんキャッチセクシーで何キャッチセクシープリキュアみたいななんかよかるけど本当だ、可愛 <laughs> い,い、いいねキャッチーセクシー,ー,クシーみたいな <laughs> セクシープリキュアに必要ないんかもしれんねあ、まあ、そっかそっかう,ん、うん、なん,で、ね、いいなんて <laughs> でもなんかその S の感じ、なんか俺、今までもいろんな映像で見てきたけど、なんかその、間近で見て、本当になんか、あそういう振りだったんだってなんかね、改めて感じた部分だったわ。わ、うん、かるわかる。しかもなんか、うん、あのちょっとさ、あんま動きすぎない SS がかっこいいよね。そう。そうなぁ。愛しさは、みたいな感じじゃなくて。違う違う。そう。かっこいいあんな、S あんなかっこよけるんだ、みたいな。 そう。しかもさ、あれ、ごめん、どこのタイミングか忘れたけど、多分後半じゃないかな。なんかさ、どっかでさ、SSSO でたたたたたたんって音があってさ、 あの、その、ダダダダダンで、ソータが、ダダダダダンしとったんだよしとった。音跳ねしとったよね。そう。あの、その、音ねの時の、速さすごくて、ギャーだったよ。ギャーギャーだって、あんな。ギョギョギョーみたいな。何起きたみたいな。かる。そう。そう。あんなギョギョギョーだよ。ギャギャギャ。魚かなやってんか。ギョギョギャー。 つ <laughs> って確かに本当と何行われたんかなって思うぐらいギュ,ュッとしちゃあれそう私なんかやっぱ SOS のダンスたぶんまだし見てなかったから見た時にマジでヒヤでてなんか震えた感じになった気がするよねい、うん、やわかったあれ何であんなヤバいんやあれ <laughs> おかしいよねちょっと待って。 うん、今さ、思い出すためにさ、結構歌詞見ながらとか喋ってるんやけど、SOS、うん、の歌詞やばいからちょっと後でちゃんと読み返すね。なんかやばかった、エロくて。<laughs> エロくてとか言っちゃった。エロくて,てた。<laughs> そ<う> <laughs> すごいストレートに言うじゃん。<laughs> いい歌詞、ちょっと、ちょっと、だから、から確かにその雰囲気にあっとったんだ、やっぱビューガスとか、うん。そう。でさ、また最後もさ、うん、もう SOS って感じで終わるじゃん。<S S うん、キャーってあんな。そう。そう。 もうなんかシーンとはしてられんかったよねなんかあのさ、うん、曲はシーンとするけど最後そう,う<わ>結局なんか溺れそうなんやろ多分ねいろんな意味で、うん、あ,あそう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 ね<で>沼にはまってで、ね、聞いてみたみたいな感じなんやろ多分そうそう、うん、ちょっとやべちょっと今歌詞読みながらちょっとゾクゾクしてるわ <laughs> ええー、やめてよ <laughs> いやそうだった <laughs> <laughs> で以上ね今回は「SOS まで」ということで まあ、5曲ねお話ししたんだけどいやこのさ中間パートっていうのかな、ね、この辺もほんとさめちゃくちゃいい曲揃いで最高だったよねいや最高ほんとよかったねあと結構思い出して嬉しいわい <laughs> そいそらダダダダンとことか、うん、分かる分かるやっぱ曲ねちょっと思い出したらなんとなくなんか映像が浮かんでくるよねうん、うん、本当にうん、まあ、だからさ次のうちらのサマスルの感想が楽しみだよねそうだねホッホッ